にちは、おつぽんです。週刊ラフェラーリを作る第4号をやっていきたいと思います。中身はこんな感じです。今回は、フロントボンネットのベースを接合します。中身はこんな感じです。第4号でなぜかドライバーが付属するので、せっかくですからこれからはこちらのドライバーを使いたいと思います。そして、これが、フロントボンネットのベースの部分ですね。まず、これをここにはめて、さらにその上からこちらをはめ込みます。こんな感じですね。で、4箇所でネジで止めていきます。今ね、肩の上にピーちゃんが乗ってます。おやすみ。ピーちゃん、よし、完成しました。裏側はこんな感じです。表はこんな感じです。だいぶ いいですね。だいぶ出来上がってきました。まだあと2年近くあるんですけどやっぱダイキャストモデルってすごいがっしりしてていいですね。だいぶもうこれだけですけど、だいぶ重厚感がだいぶ重いです。以上で週刊ラフェラーリ第4号を終わります。次回はエンジン部分ですね。エンジン部分のエアボックスにフェラーリのロゴを貼り付けるみたいです。よかったら次回も見ていってください。チャンネル登録よろしくお願いします。おつぽんでした。バイバーイ。